はいどうも、フラちゃんです。はい、じゃあ本日はバージョン 6.1 以降で強化されそうな職業をまとめてきました。今回紹介するのは5つの職業です。そちらをね、なぜ強化されそうだと思うのか、フラちゃんがじっくり解説しながらやっていきたいと思いますので、ぜひともね、参考にしてみてください。というわけで、早速やっていきましょう。まずは一つ目ですね。賢者なんですが、バージョン 6.1 以降でバランス調整が来て強化されるんじゃないかとフラちゃんは呼んでおります。なぜかというと、現状賢者って回復がね、なんかこう、うまいこといかないですよね。なんか今までは奇跡の雨とかその辺で、みんなの HP 的にね、ベホマラーとかすれば、それでまあこと足りてたんですけども、最近だとね、賢者の回復魔力ではどうしても回復しきれない。僧侶のお供みたいな感じで、一人では回復できないけど、僧侶の手助けぐらいにはなるよみたいな、正直ね、最近微妙な職業になり始めてるんですよね。なので運営はその辺を意識して強化してくるんじゃないかと思っております。決め手となるのはこちらの両手杖なのかなって思いました。回復魔力がねすごい伸びるんですよ。だいたい今まで5ずつ伸びてきたと思うんですけども、今回の杖はどうも結構強化されてるんですよね。攻撃魔力も30上がるようになったし、回復魔力に関しても35ぐらい上がってるといった感じですね。今現状杖を持てる職業としましては、魔法使い、魔法戦士、賢者、天地雷鳴士といったところなんですが、天地雷鳴士は最近スティックが持てるようになって、正直もうスティック一択になったかなっていう感じです。こちら起点の杖、まあ出たわけなんですけども、装備するといったら魔法使いぐらいしかないわけなんですが、こっち装備するより聖魔の黒杖の方が強いんですよね。じゃあなんでこれが追加されたかというと、おそらくまあ賢者のために追加されたんじゃないかなと思うんですよね。賢者ってね、結構その素早さも遅いわけですし、杖を持つ機会って最近ないんですよ。賢者の杖のスキルラインを強化して、こちらの杖を持たせることで回復するんだったら杖を持ちましょうみたいな、そういった感じにしてくるのかなとフラちゃんは思いました。今の段階でこの杖を持ったところで賢者が回復あんまりこううまくいかないんで、スキルライン自体を例えば杖を持つことで回復量がプラス30とかプラス 40% そんな感じにされるのであれば、回復できる賢者といった感じで使いやすくなるんじゃないかなと思います。最近のね、賢者の持つ武器種といえば奥義じゃないですか。回復しようとするんだったら別の職業みたいな感じになってるし、賢者で奥義は攻撃、杖は回復みたいな使い分けができるようにしてくるのかなとフラちゃんは思いまして、バージョン 6.1 以降で強化される職業が賢者なんじゃないかなとフラちゃんは思っております。バージョン 6.1 以降で職業のバランス調整があるっていう風に運営から言われているので、これまでね臨時的にやってたんですよ。まあその職業の強化みたいなやつって、じゃあ今回のアップデートでこれを強化しますみたいな。ところが今回は事前にこういうことを言ってるんで、まあ、間違いなくいろんな職業が強化されたり、まあなんなら弱体化されたり、まあそういうことがあると思うんで、まあまず一つ目ね、こうやってあの賢者を上げさせていただきました。続いてデスマスターなんですが、強化されるんじゃないかと思いました。武器とかを見てみれば結構ね、何が強化されるかって、まあ、意外とねこう考察できるんですよ。例えばこちらの鳴神の剣、なぜか攻撃魔力が上がったんですよね。前回の武器なんですけど、これはじゃあ何かっていうと、魔剣士で装備するために攻撃魔力が上がったんですよ。ちなみにその時魔剣士は追加されておらず、この攻撃魔力がつく理由っていうのが占い師でちょっと役に立つかなぐらいの感じだったんですが、後から魔剣士が追加されたことでそういうことかとなったんで、武器の性能を見ると今後強化される職業だったりとか、まあ、もしくは今後追加される職業、そういったものが結構わかりやすいですね。今回デスマスターを選んだ理由、それがね、コンが相当強いんですよ。起点のコン、これが攻撃力が266、攻撃魔力が80ということで、今回なぜか攻撃魔力がね莫大に上がってるんですよね。占い師のために強化されたんじゃないかと思っていました。ところがね、実際占い師って攻撃魔力が80されたとて、そんなにタロットの攻撃力は上がらないし、なんならこの全ての攻撃ダメージ 10% ってタロットにはね、こういろいろなんか複雑な計算式があって全然強化にならないんですよね。正直このダメージ 10% って、なので実際には多分 5% ぐらいしかされてないと思いますし、正直あのコンを占い師で持つよりも片手剣とかムチとかの方がまあ未だにね強いということなんで、あんまりこう占い師では刺さらないと。なんならこれ呪文と特技の効果範囲、これが 1m って実はタロットには乗らないらしいんですよ。今までフラちゃん乗ると思ってて、死神とかすごい便利だなとか思ってたんだけど、これが乗らないってことはじゃあ何なんだって考えた時に、僧侶か武闘家か旅芸人か、いや違うデスマスターだと思って、じゃあなんでこちらの起点のコンが追加されてで強化されるかと言いますと、デスマスターってこれまで釜一択だったんですよね。釜
を持つことで、まあ、回復もできる、攻撃も上がるみたいな感じだったんですが、ところがデスマスターは剣とか斧とか持てるわけなんですが、それ一切必要なかったんですね。鎌一択だったんですよね。でそこでまあ運営は全く使われていない武器に焦点を当てることが最近多いんで、デスマスターで剣を持つ人が増えるようにデスマスターの剣スキルを強化してくるのかなとフラちゃんは思いました。攻撃するんだったらね、攻撃魔力上がるこっちの方がいいですし、呪文とか打つんだったらやっぱね、その範囲が1メートルされるこっちの方がいいですよね。スキルラインに攻撃魔力上昇とかがついてくれれば、鎌よりも圧倒的にそのダメージが出せるということになるんで、運営はねその辺をなんとかしてくるのかなと思っております。これまではもう回復も攻撃も鎌一択だったんですが、バージョン 6.1 以降は回復なら鎌、攻撃なら剣、こうやって使い分けるようにうまいことしてくるのかなと思ってます。こちらの起点の鎌なんか見てもらえると、回復量が 10% されるんですよ。呪文速度が 5% 上がるということなんで、回復寄りな鎌になってるわけですね。攻撃魔力も上がるんですけども、剣はね80といった感じで鎌の方が上がるんですが、スキルライン自体にその攻撃魔力がつくんであれば、剣の方がねちょっとダメージは上がるようになるし、単純にあの 10% ついてるわけなんで、こちらが魔力覚醒とかその辺をありにすると 5% ぐらいにはなってしまうんですけども、どんな感じの剣スキルになるかって話ですね。攻撃魔力がついて、あとは行動時になんか数パーセントで魔力覚醒がつくようになるとか、そういったことになれば、まあ、かなりね、あの剣で物理攻撃も、あとは呪文攻撃も相当はかどるかなっていった感じで、最近あのデスマスターがね正直なんかいまいちな立ち位置なんですよね。攻撃にもあんまり役立たないし、回復といえばなんか僧侶とかになっちゃうしみたいな感じなんで、攻撃寄りなね職業になってくれたら使う人も増えるんじゃないかと思って、まあ、今回デスマスターを入れてみました。続いて踊り子なんですが、最近全く需要はないですよね。あるとすればバラシナでね一部のマニアが使うとか、スコルパイドで一部のマニアが使うとか、そういうレベルなんですよ。テンプレとして踊り子が入るって場面がないんですよね、最近全くもって。今回ねめちゃめちゃ扇が強いわけなんですね。こちら起点の扇を見てもらえばわかるんですけど、攻撃力がねプラス30もされてんすよ。すごいでしょ。あの攻撃力って大体今まで8とかそれぐらいしか上昇しなかったんですが、でさらに扇の方に必殺チャージ率プラス 1% ついてて、回線時のみになっちゃうんですけど 10% でチャージ時間がマイナス10秒されるということで、これが何を意味するかって、結構踊り子向けな追加効果なんですよ。踊り子最近全く需要なくて、探検を強化しても正直1999に届いちゃうとか、何を強化するかって範囲攻撃をめちゃめちゃ強くしてくるんじゃないかなと思って、扇の踊り子、それがめちゃめちゃ強化されるんじゃないでしょうか。こちらの攻撃力を大きく上げたっていうのもそういった理由で、扇の踊り子がね持つように作られた扇なんじゃないかなと思っております。バンマの塔でようやくねその踊り子が活躍したかなと思ったら、すぐに魔剣士に取られ、アゲハランブのダメージキャップがもうちょい伸びるとか、なんならアゲハランブのその硬直時間がちょっと短くなるとか、扇の前がねなんか倍率が2倍ぐらいになるとか、そんな感じで今まで探検の踊り子が大活躍だったと思うんですが、これからは単純なアタッカーとして活躍しそうな気がして、今回のねその5戦に入れてみました。毒が効かない相手に対してもね使いやすくなってくれれば、踊り子もねかなり役に立つし、そうなんですよね、今までねなんか強い敵になればなるほど毒を入れてすぐに解除されちゃったりするんで、強い敵になればなるほど使いづらいし、まあ、あとは弱い敵であれば踊り子じゃなくて別に他の職業で殴った方が強いし、毒を入れてから攻撃するっていうのがね正直かなりネックだったんで、扇でねいい感じにこう範囲攻撃をめちゃめちゃに上げて、範囲攻撃といえば踊り子みたいな、そういった感じになれば、これからね扇の踊り子が使われていくんじゃないかなと思っております。続いてバトマスなんですけども、まあ、単純に強化されるんじゃないかなと思ってます。最近火力といえば何かっつうと、ムチマモか、もしくは槍の舞踏か、光栄だったら魔法使いとか魔剣士とか、まあ、そういった感じなんですよね。なので、まあ、バトマスで行くとこっていうのは大体舞踏家とムチマモに取られていますし、その他のコンテンツで役に立つとこといえば邪神ぐらいかなっていった感じなんですよね。正直邪神ってね、あの、まあ、バトマスで行くより全然ムチマモとか槍の舞踏家で行った方がいいわけだし、現状今のバトマスって誰でも天下無双するだけで火力がそこそこ出るぐらいの、そういった微妙な職業になってるんですよ。バージョン 4. いくつかでバトマスが強化された時にはもうバトマス一強みたいな感じだったんですけど、そっから槍の舞踏家が現れ、ムチマモが現れ、今じゃあどんな感じかっていうと、どこにも使えない職業になってるわけですね。防衛軍でハンバトが使われたりするんですけど、代表的なコンテンツには一切いけないみたいな感じになってるんで、単純に天下無双の倍率を上げてくるとか、もしくはダメージキャップをなんか伸ばすと
とかそういったことをするんじゃないかなとフラちゃんは思っております。だいぶ前のドラゴンクエスト TV で最近バトマスがちょっと弱すぎるんでみたいなそういった話をしてたんで、今後バトマスを強化していくというそういった意味なのかなとも考えておりました。天下無双をするだけで結構ダメージが出てしまうと、テクニカルな動きを要求される武闘家が死んでしまうし、ムチマモに関してはもうあれはもう総流打ちするだけで頭おかしいぐらいの火力が出るんで、ムチマモ以上には火力アップさせて武闘家には及ばないぐらいの感じに調整してほしいですね。起点の両手剣あれなんかはまあ性能が良くて、ちょっと見ていきましょうか。特技ダメージがプラス15されて、であとは武器ガード率が 3% されるんですよ。ダメージ15って結構でかいっすよね。単発がね、だって天下無双って6回攻撃なんで、単発が15上がるとしたら90上がるんですよ、ダメージが。90って言うとちょっと微妙な気はしますけども、素の攻撃力もだいぶ上がっているんで、天下無双には相性いいかなと思います。前回がひどすぎたんで、なのでまあ今回ね強くしたっていうそんな感じもするんですけども、天下無双寄りにね、そうやった基礎効果をやってくれてるということなんで、バージョン 6.1 でバトマスが強化されて起点の体験がねバカ売れするみたいな、まあ、そんな感じになるとすごくフラちゃんとしてはありがたいです。バトマス結構好きな職業なんでね、邪神とかってフラちゃんバトマスで行きたいんですよ本当は。ただパーティーとか組んでるとやっぱね、こうムチマモとかの方が相性いいかなとか考えちゃって、単純にバトマスで行くとね死んで申し訳ないみたいな感じになっちゃうんで、これからバトマスを強化するとすれば耐久性はもう皆無でいい、皆無でいいんだけども、天下無双で与えるダメージはその火力色でナンバーワンみたいな感じにしてほしいですね。武闘家は撃たれ強くて火力も出る、ムチマモなんかはまあ撃たれ弱いけど遠距離から火力が出る、バトマスに関してはめちゃめちゃ撃たれ弱いけどめちゃめちゃ火力が出るみたいな、ハイリスクハイリターン、昔のモロバゲリじゃないけども、まあそんな感じにしてほしいです。はい、というわけで最後、道具使いなんですが、これまでね、道具使いって、強化どころか弱体しか入ってなかったんですよ。それでね、現状今まで来たわけなんですけども、いい加減強化来てもいいんじゃないかとフラちゃんは思っております。最近雫と葉っぱが大幅弱体化したということで、道具使いがね、結構需要が高まってきたんですよね。そもそも運営としてもそちらの雫と葉っぱ問題、それに関しては、ちょっとなんとかしたいとは思ってるらしくて、一回ね、その速度を遅めちゃった葉っぱと雫、それもまあ元に戻すわけにはいかないということで、フラちゃんとしてはまあ道具使いを強化して長尻を合わせてくるんじゃないかなと思っております。道具使いって雫と葉っぱマシなレベルで使える感じにはなってますから、他の職業とは差別化できてるんですよね。これまで道具使いってまあなんか微妙だったんですよ。道具を使うかと言われれば別に雫に関しては他の職業でいいし、聖水ぐらいだったんですよね今まで。道具使いが負ける道具といえば雫と葉っぱが速度が弱体化されたことで、道具使いはもう雫も葉っぱも聖水も使えると、まあいった感じにちゃんとした道具使いになれた感があるんで、運営は道具の速度を早めたり、もっとねもっと早めたり、今までの速度で雫と葉っぱを使えるように道具使いを強化してくるか、もしくはちょっと火力を伸ばしてくるかなとフラちゃんは思ってるんですよ。最近の課題だとねデルメゼなんですよね。あちらがね武功生だと一回崩れたらはいおしまいみたいな感じなんですよ。安定させようとすると道具使いを入れたりとかそういった感じになるんですけども、それだとね火力がちょっと足んないですよね。道具使いの場合だと道具使いで多少なり火力を与えることができれば、武闘家入りの構成レベルでは速くならないかもしれないけど、全体的に火力は与えやすくなるかなといった感じで、最近出たハンマーがねかなり物質特攻になってるわけなんですね。ワンチャンねその道具使いのハンマースキルが強化されてドラムクラッシュの威力が3倍ぐらいになりましたとか言ったんだったら結構強くないですか。道具使いだけね、バトマスとかで暴れちゃうんで、道具使いだけドラムクラッシュの威力が3倍になるとか4倍になる。起点のハンマー見てもらえればわかるんですが、物質系キラーなんですよ。もう 20% 上がるわけですね。デルメゼに関しては 20% ダメージが上がるわけなんで、これは相当強いかなと思います。そういうわけで道具使い火力面がもうちょいなんとかなれば、デルメゼでもね十分使える職業になるんで、ちょっと最近ねデルメゼの方運営もちょっと注視してるみたいなんで、道具使い強化くるんじゃないかなとフラちゃんは思っております。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのは今後バージョン 6.1 以降で強化されそうな職業ということで紹介しました。皆さんの意見とかもあればぜひともコメント欄で教えてください。正直ねそのバトマスに関しては絶対に強化くるとは思っているので、バトマス好きとしては真っ先に強化してもらいたいところです。そういうわけで今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。